皆さんこんにちは、わさきです。今日は3月に小学校の卒業式が多いと思うんですけど、それでまだ袴かフォーマルスーツか迷ってる方がいると思いますが、今日は私が袴とフォーマルスーツを着て感想を言っていきたいと思います。それではどうぞ。はい、こんな感じで着替えてきました。これはフォーマルスーツバージョンです。私はベージュとチェックのスカートの組み合わせにしようかなって思ったんですけど、ベージュとベージュでも可愛いなと思ってベージュとベージュにしました。で、やっぱ統一させるためにリボンもブラウン系にして、靴下本当は私茶色が良かったんですけどなくて、ネットで探そうかなって思ってるんですけど、まあ普通に混んでも全然合いますよね。いいんじゃないかなと思います。それでフォーマルスーツのデメリットとしては、なんか新鮮味が袴に比べてないのと、みんなとなんか同じ感じになっちゃうっていうのがデメリットなんですけど、でも私調べてたらフォーマルスーツでもいろんなバリエーションがあって組み合わせ方もいっぱいあるので、そんなことは考えなくてもいいんじゃないかなって私は思います。めっちゃ映えててめっちゃ可愛いんですけど、とにかくきついですね。あと時間がかかります。でもそれさえ我慢できればめっちゃ可愛いです。あとね、この髪の毛も買ってもらいました。このね、赤い方がなんかいいかなと思ってね、赤いお花にしました。で、髪の毛もやってくれるのでいいです。でも座る時とかにここの後ろをね、掴まないといけないので、卒業式とか立ったり座ったりすることが多いと思うんですけど、その時にちょっと裾を気にしなきゃいけないっていうところがちょっとデメリットかなって思うんですけど、そこをね我慢できれば見た目は本当に抜群なので、そこが我慢できればね、私も袴着てみたいなって思います。はい、こんな感じでね、袴もフォーマルスーツバージョンも着てみたんですけど、やっぱり袴も着てみて可愛いなって思ったし、しかも袴ってほとんどあんまり着る機会ないので、卒業式とかでしか着れないので袴もいいなって思ったし、このフォーマルスーツの方もめっちゃ可愛くてね、楽だったのでね、本当にね、全然まだ袴かどっちにするか決まってないんですけど、袴が禁止されてる学校もあるし、自分の行く中学校の制服とか着るところも着る人も多いと思うんですけど、そうだからそもそも決められないっていう人もいると思うんですが、少しでも参考になったらいいと思います。ということで終わりたいと思います。この動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。バイバーイ。